講師、大城俊博先生、73歳、1949年5月1日、沖縄県に生まれた。16歳で松林流、松林流に入門し、24歳で郷中流の開祖、宮城長順、最後の弟子の一人である。また幻と謳われた山根流棒術を極めた、智者橋のもとに入門した。その後、28歳の時に渡米、37歳でヨルダンに招かれ、空手と古流武術を指導した。長年サンフランシスコに住んでいましたが、現在、発祥沖縄を拠点として活動を続けている。棒を極めた達人は、技術だけでなく沖縄の歴史も深く探求している。また大城先生は、琉球武術研究同友会の会長もしています。大城先生の技術、空手歴史のお話をお楽しみください。正統立ちは要するにこういう形で立っている。正統立ちで何ですか？正統。その小学生か中学生かな。はい、中学生、尋常小学校かな、うんうん。ぐらいの子供たちはこうして立っている。壇上の先生はねこうしてやってる。壇上の先生が牛久保新馬っていう人なんだけれども。あ、牛久保新馬。はい。彼はこうして立っている。で、生徒たちはこうして立ってる。だから、あのこれは兵式だ、兵隊式、はい、体育的に指してる。だから、この中曽根玄馬という人が書いたね、あの空手道大観という本があるんだけども、はい、僕はアメリカに行ってそれを初めて見たわけ。はい、ずっと昔に作られた本なんで、初めて空手に関して初めての本かもしれないけど、この中に出てくる先生方のこの例えば花城長毛であるとか、この牛久保新派という人たちは、特に牛久保新派という人はあの学校の先生だったから。あ、そうなんですか。だから昔式の立ち方と現在のような立ち方をミックスして立ってるわけ。あ、だから学校の先生だけどそうなった。本来はこの種目でみんな立ってたはずなの。はい、要するにまあ空手ではね、伊藤三子という先生が、はい、空手を変えたわけ。中心になって提唱して、兵隊用に、あの頃は富国強兵って言って強い兵隊を作らないといけないから、要するに体を強くしなくちゃいけないからということで空手を体育化したわけね。でそれ以前の空手を昔で、沖縄の方言で言うと昔の手、うーん、でそれ以後の空手をまあ現代の空手、はい、ってる。だから今の先生方、まあ、古いもうなくなってる僕らの先生の先生あたりは現在の空手を習ってる。ああ、なるほど。新しい空手、はい、だけど、あの子空手の先生ってもいっぱいいるから、はい、伊藤さん子先生以外 その空手の先生がいるから、この生徒たちは学校ではこういうような空手をやってる。だけど家に帰って自分の先生から習うときは昔のやり方をやってたはずなんで、だからヤブケンツとか、はいはい、それから話の長毛という人たちはあのね、みんな伊藤須安光先生が空手を変えたと思ってるけども、うん、まあ提唱はしてる、うん、伊藤先生は、はい、提唱はしてるんだけど、実際にやったのはその花城長毛とかその
矢部健人という人たちだったと思う。なんでかというと、この人たちは昔の旧帝国陸軍の共同団というところを卒業で、共同団というのは兵隊を教える兵隊、要するに軍曹、はい、軍曹だから、要するに 兵隊式のその空手もやってるんだけども、実際の空手もやってるんだ。でこの日清戦争とか日露戦争にこの人たちは出ていったはずだけど、この、まあ、日清戦争の時かは知らないけども、とにかく戦場で大手柄を立てたらしい。だから沖縄では本当はね、彼ら状態数って注意だった、陸軍注意だけど、軍曹の時に大活躍してるんで、みんな薮軍曹とか、あの花城軍曹って言うんだけども、はい、実際は注意です、出てくる。だからこの人たちは軍刀も使ってるから、うん、あのまあおそらくは次元流の、あのもう稽古してたはずだから、だからこの刀の使い方というのをよくやってたはずだから、それであの実際に戦場に出てね、殴り合いするということは、まず刀が折れて鉄砲をなくしたとか、刀をなくした時には特命になるかもしれんけど、それ以外はね鉄砲でやるんでって当たり前なんです。だから昔式のから身体操作をやってたと思う。ちょっと待ってよ、先生の話がすごすぎて先生す話がすごくて、いやいや、こういう話ができる人ってあんまりいないじゃないですか、沖縄本土でも。そうかな。いや僕結構沖縄いろいろ空手道場回ってるんですけど、こんなにだってしっかりした話を、まず、いやそうでないと、例えばまあ某日船越先生が、はい、東京に行って、まあ、空手を広めたんだけれども、はい、船越先生より実力のある先生は元部長期だった。あ、はい、元部長期、はい、だけど元部長期という人は大阪にいたのね、はい、船越先生は東京にいたわけ、はい、だからあの時は船越先生がなんで空手を、ショートガンの空手なんだけど、なんでショートガンがこんなに要するに広まったかというと、あの頃の帝大大学というのは数えるほどしかないでしょ。でこの人たちに教えてる、この人たちは要するに日本の政治とか経済を動かす人たちだから、だからその日本中にショートガンというのが広まってきたわけ。なるほど。それと戦争終わった時に、あの時日本人はまあ自由に海外に出ることができなかったから、ショートガンの人たちね、要するに頭使ったわけや。その大学でね、何のスポーツでもいい、とにかくスポーツにできの優れたやつを見つけたら、まあバスケットでもそれから陸上でも何でもいい、要するにオリンピック級の身体能力を持ってる連中に、あんた外国に行ってみない、来たいんじゃないのって言ったら、まあみんな若いからね、外国に行きたいでしょ、はい、そしたら、ね、じゃあうちの空手部に入れと。で空手部で4年間この連中を教えて世界中に送ったわけ。わすごい。そうするとみんなね、ショート感がすごいと思ったわけね。あ、そこはそうじゃなくて、ショート感がすごいになった、この人たちがすごかったの。この人個人個人の身体能力が優れてたわけ、はい、だけど他の人たちこんなこと知らないから、あ、自分たちもショート感をやればこの人たちみたいに強くなれると思ったわけ。だからおおだからショートカットというのは世界中に広まっているのは、そういう意味もあるし、またそのショートカットは、
習いやすくしてあるから。沖縄の空手はね、習いにくいのよ。沖縄の空手をそのまま世界に広げようとしたら、まず広まらない。やっぱ難しい。難しい。例えば空手で A 点から B 点までする。一番大事なのは A 点と B 点じゃないの。間。いかに体を使うか。使ってこの地点に行くかというのが一番の問題なんだけど、昔の人たちは、まあ、映像もないし、映像あったとしても分からないんだけど、写真でこうして習ったら A 点と B 点しか分からん。だから中身がどうなってるか分からない。で、例えば1から5まで用意でこうしてやって1,2,3,4,5 という動作があるとすると、今のやり方はね、今のやり方は例えば、まあ初心者だったら1,2,3,4,5、 2年経ったら1,2,3,4,5、 10年経ったら1,2,3,4,5、早くなるわけね、はい、これが上達だと思ってる。ああ、分かりやすい、はい、ところが本当はそうじゃない。本当は1,3,5、2と4を抜けたりするわけ。これをインビジブルって言うけど、消えるという、消える動作。本当は1から5にすぐいかんというかね。へえ。これを消える動作というんだけど、例えば消える動作というのはそんな難しい話じゃなくて、はい、これを見てこうしてやって私の手を見てるんです。今僕は親指曲げたの分かるでしょ。はい、分からなかったでしょ。分からなかった、はい、これが消える動作なの。本当はこうやったんだけど動いてるから分からない。あ、分かりやすい。同じ型でも熟練度とかで変わってくる。これ変わってくるわけだから、僕らと稽古したい人はね、もう僕のアメリカでの弟子で一番うまかった女の人はね、女性なんですね、うん、彼女はね、サンフランシスコのねバレエ団のプリマ、うん、あの一番トップの座をこう争うぐらいの身体能力を持ってた、はい、ところがね、彼女が17か18ぐらいになった時に、要するに女性の体が変わってくるでしょ、はい、でその時に彼女は要するに食欲を抑えることができなかったわけ。だからだんだん体が大きくなってきたから、もうバレエは諦めて、クラシックバレエなんで、それは諦めて、まあ、空手をやったわけ。で彼女が僕に言ってたけど、まあこっちも朝から晩までこのことばっかりどうして動くかなっていうことばかり考えてるから、このあれ彼女が言ったの、先生のはね見るたびに動きが違う、1ヶ月見ないともう全然違う。で彼女が言った例がね、私たちは自転車に乗ってね、先生の後一生懸命追っかけてるけど、先生はロケットで。あの大城先生はその16歳から空手をスタートして、その前もなんかいろいろ柔道とか剣道とかされて、いや まあ、柔道は16歳高校生の時に少しやったけれども、剣道は7年ぐらいやりましたね。こう未だにこう空手をやり続けていくこのモチベーションというかモチベーションというかバカなんでしょ。いや、あのわかんないですけど、僕もお酒タバコギャンブルとかやらないんですけど、今40なんですけど、やっぱ同級生を見たらギャンブルしたり、まあ、お酒も飲んだり、まあ、いろいろ娯楽がたくさんあるじゃないですか今の時代。それでもこう
ずっとこう空手の稽古し続けていくっていうのは、まあまあ好きだから、まあ根本的には好きなんだからやってるんでしょうけど。